赤羽おすすめです。えー、ひろきさんがいつも映画ののは人に良い印象を与えるためですか自分が幸せを感じやすくするためですかこれ多分 DNA なんですよね。あの前にも言ったことあると思うんですけど、その僕が高校生の時に発出所でお酒ばらまいて、そのままあの、 王子のの警察署にあの連行されてで、まあ、友達3人が連行されて、その3人の父親が来たんですけど、まあ、他の2人の父親は割と神妙な顔してたんですけど、うちの父親は笑顔で登場っていう。<laughs> なので、あの割とその、あの基本何かあった時に面白がってしまうっていうのがあって、で僕基本ずっとヘラヘラしてるんですよね。なので、あのまあ、自分では意識しなかったんですけど、その中学校の時の同級生に。 2年前ぐらいにたまたまその中学以来あったんですけどあの昔からニヤニヤしてたよねって言われてなんでこれあの完全に遺伝でさ。